future me now don't you bad to say to be now always see to gotta gotta go to be now future クリスです。おざすじゃなくてこんばんはなんですよ。皆さん時計見せるから疑わないでね。本当です。見てこの時間12時です。マジっす。クリスの行こうぜ弁当屋、初の深夜ということで気合入れていきましょう。もうどういう弁当が待ってるかもう意味わかんないでしょ。いきますよ。準備いい？楽しみぜ。クリスの行こうぜ弁当屋初。決まったね。今日も夜です。夜にクリスの行こうぜ弁当屋って嘘でしょと思うでしょ。意外とね沖縄弁当屋でも深夜に空いてる弁当屋とかあるんですよ。そこをちょっと皆さんにご紹介したい、まあ、次の次ぐらいからまたコメントのおすすめとかに行きますんで皆さんめげずにどんどんコメントのおすすめの弁当屋教えてね。結構見ててもうリサーチしてるから今いるのがちょっとご紹介します。この12時でも交通量が多いといえばそう宜野湾市宜野湾です。じゃじゃーん。坂ですね。王者な交差点から坂に上がるとこっす、うん、ですね。さあでこの王者なに結構ね夜から空いてるなーって前から思ってた弁当屋があったんでちょっと急遽スタッフにもう無理を言って撮影することになりました。感謝。ただ皆さんちょっと今から俺本当に怖いこと言っていい？いつも許可取るでしょ、うん、今日もなんですよ。この深夜に集まって許可取れんかったらもう終わりよ。結構俺落ち込むよ今日は。だから今日できるかどうかわからんけどちょっと行くわ。あちょっと着いたけど看板がちょっとねさ暗いのかな。はい、こちら井筒屋でございます。弁当100円からあるらしいです。井筒屋いい名前だね。井筒屋本当に今日はもう今日本当に撮影許可降りてほしい。マジで俺このまま帰りたくないって。近くにこの時間に弁当屋空いてるわけないから本当に来たいんですよ。ちょっと行こう。ちょっと行ってきます。すごい腰低くしていきます。シャオケー、本当に良かった。よし、良かった。やった。無駄じゃないです。無駄な一日じゃなかったです。よし、じゃあすごい優しくて、もう本当にどうぞということで、ご案内します。はい、こちらです。ライブ消えてるけど井筒屋王者な店でございます。行きましょう。じゃあちょっと入る前に見てください。これ営業時間夕方6時半から翌日昼1時までちょっと一回考えさせられるっていうか、どういうことどういうことっていうか分かるこの気持ちということはってなるわけよ。すごいよね。定期便日曜日月曜日はあすごいわ。おじゃ朝までやるんだ。次の日の1時まで空いてますよ。だからやばいっすね。逆に1時以降は空いてないですよ。よかった今日来て。よし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 。ちょっとご案内します。さあ井筒屋の弁当がこちらです。いっぱいだな。お邪魔します。うわすげえ。お邪魔します。うわ、めっちゃ好きなのあるわ。あーやっぱ宜野湾レベル高いやつさ、マジで。なんかいやあるんすよ、それぞれの市町村でなんか色が本当に最高だね。
皆さん見てください、これイートインスペースもあるんですよ。そう、結構だから多分あの朝早くからあの仕事の人とかが、まあ、ここで、まあ、弁当バーって買ってもうバーって仕事行くっていう感じですかね。ガレッジしてるゴリさん来てるわ、死に薄いゴリさんだこれ。2022年のサイン、多分ペンあれしかなかったですね。あ、そうなの、見て NHK で取り上げられてるこの弁当屋さん、いくつや沖縄オールナイトで弁当を持って。あ、そうなんだ。いや俺マジでこの近くに住んでたらほぼほぼ来ますよ、マジで。ありがたいわこの時間に開いてんの。めっちゃ気になるんだけど、冷蔵庫の中の飲み物は全てです。あれ、うっすら、うっすら、何ジャックって書いてある。うっす、ここもあのペンなのかな。ゴリさんの、ここもゴリさん。冗談はさておき、紹介しましょう。はい、じゃあここで皆さん、さっきバーって見ました、いろいろ弁当見ました。もうクリスが好きなやつ分かるよね。これクリスが好きそうなやつ分かったのはクリスの猫背弁当屋の常連屋さん。いくよ、正解はこれです。もうね、惚れるでしょ、これは、これは惚れるでしょ。やばくないですかこれ、チキン照り焼き丼です。うわ、この量すごいね。ケチャップマヨネーズこんな使う弁当屋さん少ないよ、本当に。ありがたいやつさ、感謝です。近くに引っ越そうかな。あー、何番もいいな。何番見て、このタレ、もうタレなんですよ結局、タレ大事にしてる。こっちヘチマだ、ヘチマ珍しい、ノーベロ、ノーベロとかある、珍しい。180円弁当がある。180円のカツカレーもあります。すごい珍しい。なんかやっぱ違うね全然。これもすごいね、汁、これいいね。ドカンと味噌汁、味噌汁と何、軟骨ソーキ、違うな、軟骨ソーキ汁。いや、お腹空いてきた。俺この時間から食べれるかなと思ったけど余裕やさ。これすごくない？500円でこの量ですよ。なんかこのタイプの弁当で結構あるんですけど、量がすごいわ、肉の量がすごい。ハンバーグでかっ、見逃してたわ俺としたことが。ハンバーグでかっ、やばいっすね、卵もでかい。よし、決めた。じゃあ僕が、選んだ弁当はこちらです。はい、チキン照り焼き丼、一目惚れです。言えたかな、一目惚れです。やばいよ、これで450円って安っ、マジ安いわ。このタコライ300円ですよ、安っ。昨日は安いような話で、じゃあこのチキン照り焼き丼と揚げパンと、お蕎麦にします。蕎麦も安いんで、大でこれで店内250円ですよ。これよ、めちゃめちゃ多いからね。これが小さいのって、これ120円、安っ。いや、これここらに引っ越す人多いはずな、多分。ありがとうございます。あ、はい。皆さんちょっとご報告があって、まあ、いつも公園とかで食べるんですけど、ないんですよ。夜食べれる場所が。ということで、ちょうどイートインということで、ここで食べたいと思います。これで250円ですよ。最高っすね。じゃあ、ちょっとお蕎麦作ります。そばに入れるトッピングは1回きりです。おかわりはできません。おお、天かす、チョコシリアルみたい。よし、すごっ。
どうやってんのこれ、すごいんだけど。あ、はい、すごー、熱い。湯気が熱い。 OK 出来上がり、よし、はい。もうやばい、お腹空いてきたわ。ダディ食べるよ。高齢化してきても。お蕎麦から食べていいですか、もう先に。はい、じゃあ井筒屋のお蕎麦、あの麺がうまいのがもう分かるの、触っただけで分かる。いただきます。麺は触っただけで美味しいのが分かるんですよ。デジ麺、麺うまっ、やばいっすよ。普通にテンション上がる、麺がうますぎる、うん、まっ。いやこれ進むわ、これめちゃめちゃ進む。あーうめえ、もういっぱい食べてそのまま眠りたい。本当にめっちゃ幸せです。これみんな味わってほしいな。この時間だからかな、なんかいつもと違うやつだ、感じ方がなんかわかる。うまいっす、めちゃめちゃうまい。じゃあはいはい、じゃあというわけで、本日の主役チキン照り焼き丼です。見てもほら狭そう、もう狭そうなのよ、タレがわかる。出して出してって言ってるわ。出してあげる、解放するよ。うわお、あ嬉しい、形変わらず姿を現しました、チキン照り焼き丼です。最高ですね、もう嬉しいよ。見てほら贅沢やんに、これもうマジでこの仕事やってよかったわ。もういっちゃいますよ、もうチキン照り焼きでいただきます。照り焼きマジマガーだな、照り焼きすごいね。いただきます、チキン。めちゃめちゃジューシーですね、うまい。まあ、米うまやば、次の輪に引っ越そうかな、マジで。なんかいっぱいアパートあったんですよ、絶対空いてるでしょ、どっか。うまい、楽しい、うまい、通り越して楽しい。なんだこの感覚、卵いくよ。このシンプルがいいんですよね。羨ましいでしょ。言いたいこと言っていいですか。俺がしてほしいこと全部してる。本当に。ちょっとつけたりしてね。これやばいな。本当に柔らかい。すごい。俺正直7時にご飯食べたんですよ。関係ない。全然いけるわ。余裕で全部いけます。あ、揚げパンもじゃあ食べましょうか。じゃあはい、こちらがサブメニューの揚げパンでございます。中にはハムとチーズも入ってるね。これで150円ですね。てか今日沖縄そば大チキン照り焼き丼揚げパンじゃないですか、全部で850円ですよ。やばくないですか、安すぎる沖縄の弁当屋さん。本当にいただきます。あ、いいね、うまい、優しい味です、めちゃめちゃうまい。中のチーズもうまいわ、おすすめです。揚げパンめちゃめちゃうまいっす、最高っす。ゴリさんが来る理由わかるわ。あのゴリさんって何食べてたんですか。お蕎麦、あーお蕎麦食べた、あーうまいわ、あーなるほどね、うまいからだよ、うん、お蕎麦うまいもん。じゃあ食べましょうか、あとは。はい、じゃああとはゆっくり食べたいと思います。というわけで井筒屋の照り焼き丼完食やさ。本当にね、まあ今回でも分かったと思うんですけど、もうねタレ、うん、大事なのはタレ。あと一つ、俺の後輩芸人丸清ビル、宜野湾美味しいとこ多いやし、
教えてくれよ。あいつらすぐ隠すんすよ。井筒屋めちゃめちゃ美味しかったし、この時間から食べる弁当もいいっすね。深夜のがっつりはいいぞ。皆さんもぜひ、ちょっと夜にお腹空いたなと思ったらもういつでも、もう夜は空いてるんで、あ、日月は定休日ね。うん、深夜は空いてます。昼の1時までやってます。はい、ということで皆さんもぜひ、お越しください。井筒屋デージ最高だったやつさ。ありがとうございます。クリスの行こうぜ弁当屋でした。創業18年ぐらいです。ありがとうございます。すいません、もう井筒って何ですか。井筒屋の、あ、その由来は何ですか。那覇のお蕎麦屋さんで井筒っていうお弁当、お蕎麦屋さんがあって、そこをリスペクトして井筒屋っていう、めちゃめちゃ美味しかったらしいね。それは薄いわ。薄かった。うま、死にうまかったっす。美味しかったでしょ。やばいっす、ね、夜の弁当がうまいやつさ。朝も美味しい。あ、朝も美味しいです。はい、すみません。ずっと美味しいです。すみません。ずっと美味しいんで。